いつもミンラボを見ていただきありがとうございます。今回はストロークのネットミスを劇的に減らすことのできる方法と、それによって、安定感を手に入れることができる練習メニューを紹介してみたいと思います。まず、ネットミスの原因ですね。原因を、知っておいてほしいんですが、ボールが飛んでこないとき、相手が真ん中を外して思ったよりもボールの勢いが出なくて浅いところにボールが落ちた時などに、自分のところまでボールが飛んでこない時に、立っている場所よりも打点が前になります。でこの時に、当然体の軸が、足が動かないと前に倒れることになるので、当然まっすぐ向いていたものを軸を倒すと、フェイスが少し下を向くということです。で、手首を前に出すんですが、手首よりもラケットの先端が前に行くと、どうやってもラケットのフェイスが被ることになるので、できたら、頑張って足を最初は動かしてこの位置に入るんですが、足が動かないときは 手首を前に持っていくとラケットの先端が出る手前のところで打てると、ネットミスは減るんですが、これがなかなかボールが飛んでこないと思った以上に前で取らされて、面がボールの上かぶるんですね。上を触ってネットをするというミスが、1つ目で、もう一つ代表的なネットミスは、腕の力を使ってしまうパターンです。打つ時に、体でラケットを体でこう出してくると結果的に、ラケットの重さで少し先端が遅れるため手首が先に出て当たるのでネットしにくいんですけど、手の力を使ってしまう人、打つ時に手の力ですね、この筋肉をグッていって収縮させるような力を使って、ラケットを出してくると、これも同じで手首よりも前になった時に面が被るので、これで、ぴったりのところで当たるといいんですけど、ちょっとでも、思ったよりもボールが飛んでこないところのタイミングで当たると面が被って結果的にネットミスをしてしまいます。で、これを、直すためにはラケットのフェースが同じ向きをキープしてラケットを振れなきゃいけないということです。そうすると、手打ちになってもいけないし、打点が前にもなってもいけないんですが、これを習得するために、ロブのようなボールの下側を触って打つ、ショットを最初に練習することで、この方法を使って、普通のストロークにも面が、被らないで打てるような感覚を身につけることができると思います。実際に選手たちのネットミスが多かった時間帯に、今回は少し30分ぐらいその間にボールの下を触る練習メニューをしたところ、劇的に、ネットミスが減っているのでぜひ参考にしてみてください。 OK、 じゃあね、ちょっと、はい、じゃあね、トップスピンロブの練習だけやっておこう。でボールの下を触らないとダメな、上にこんな角度で上げるんやろ。そしたらボールの下側を触らないといけない。これが難しいんだけど、今見てたらミスがな、もう面が被るミスばっかりやから、ネットするから、これをボールの下側、こうやって下側を。で、触って、スピン。バックも一緒な。バック、お願いします。バックも一緒で、ボールの、こうやって下。サッカーを打ったらあんな上に上がるよ。でそれやっといたら、例えばスライス、相手のスライスのボールの時に前にこういう風になって面が被らないで、もうちょっと下のとこ触れるから飛んでこないでな、飛んでこない時に簡単に面被ってミスんないで、もうちょっとうまく触れる。もう簡単な、ちょっと早めの低めのピッっていうのを最初上げる練習しようで、こっちはバックでやるわ。感じだけ掴んでな、うん、それぐらい低く
OK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 。 で、この下触る感じが分かったら、これに回転をかけるな。聞いてるな。これさ、これもう一個覚えとかなあかんのは、特にバックの、こっちが上がりそう。ロケットを上げて上げてんのと、どっちが上がりそう？見込みやろ？ってことは、ってやったら上がらへんから当たる、ここの時にもうちょっとショートスイングでうまく感覚を使わないと、ここで回転かけたいんや。長く振らないよ。ほぼできてるな、バックの俺は。かするってことは、下触れてないよね。で、感じが分かったら、これに、これじゃあかんやろ、打つ手前の時からこうやって、もうバレてるやろ、そしたら、できるだけアングル、せめてアングルか、隠してアングル打つか、上に上げるかっていうのが分かんないホームのところが、同じような。最初からこうやって上向いたらバレるわ。打つ一瞬手前に変わっても大丈夫やから、そういうことやな。マキ、オッケー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 。この下さえ触ったらネットミスは減るんやから。オッケー、うまいやん。オッケー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 。こういう風にかぶってアングル打とうと思ったら、難しいよね。今の理屈で言うと、こう面をかぶせないでこれを。でアングルショット打ったら、でロブと一緒、隠して、こうやって隠しといて、ピッてアングル打って。と今みたいに隠しといて、でロブ打つのとっていうので、フォームをあんまり変えないでスピード出さないでコントロール。はい、行きましょう。あの手前の時にあれでミスしてるんやから、でこれをなくしたいんや、めっちゃ待ったな今。うまい。これさえできたら、ネットプレー来た時に、なんていうの、スピードなんかいらなくて、そういうことにこうやってできたら、ローボレーさせるか、打席のロング上げれるかっていうので、なんとかなるし、どんな時でも下さえ壊れたら、なんとかなるの。コートに入れれるか、スピード抜いたら、それが抜いたらかぶってにするから、それがやっぱり力んでたり、前向いたりって、いろんなことが起こってるんだけど、ほんまに、はい、トロップちょっと打たれたって言ってるんだよね。ちょっと軽く飛んで、これを、熱いグリップでもこれをしてきて、面さえ被らなかったら、絶対ボールは入らない。こっから、ぜひロープ上げてもいい。下触ればなんとかなる。そう。もう、この被ったミスは絶対に、修正不能やから。下触ればなんとかなる。
下触ればなんとかなる。ちょっと少なめでいきます。